ソーショップもそう、犬です。今回は BSS 水のプロ、公式、投手グラブ、左投げ、え、新、5DNA、こちらのグラブ、新商品入荷となっております。えー、前回のですね、5DNA のグラブ、そし、てそれをですね、えー、市場の要望、えー、細かく反映させた、えー、 2022年モデルとなっておりますえまずですね変わった点から行きたいと思いますまず刻印ですね2列になっておりますさりげない変更なんですけれどもやはりですねえ秋を感じさせないようにという形ですねえしておりますえそしてですね一番大きな点はこちらかなと 新ハイブリッドムートンという形ですね浮きをそのままにしてよりですね自然なフィット感そしてソフトなフィット感を実現させるためにですねこの新ハイブリッドムートン作成しておりますそして見えない部分ではあるんですけどもポジション別に新革当て、当て側ですね使用しておりますポジション別にですね動きに応じたポケットの 成形。そして、え、張り。持続感を、え、実現するためにですね、え、の当て側加工しております。そして、こちらの、ジェネラルキップ。こちらもですね、え、前回限定で非常に高評価、え、いただいているので、え、こちらをまたですね、使わせていただいている形となっております。腰、そして、張り。え、強い質。そして、え、へたりがですね、しにくいっていうので、こちらの方。 選んでおりますもちろん切符ならではの、えー、軽量感もございますので非常にですね扱いやすい、えー、グラブかなと思っておりますなのでこちらのグラブですね、えー、非常におすすめできるという形となっておりますまあ継続な部分はですね、えー、こちらのベロの部分で、えー、こちらの上の部分を締めつつこちらはえー ゆったりと、ね、手首が効くような形にし,しております。そして指のところですね。ちょっとこちらだと見えづらいんですけれども、えー、こちらの上の部分ですね。指の上の部分、5DNA 加工しておりますので、指一本一本、えー、ボールに負けず、型崩れがす、まあ、しにくく、そしてですね、ボールに対して指先が強いっていう加工ですね、しております。フィット感もですね、個人的にはいいかなと。 思いますそしてポジション別、まあ、補給別によってえ、こちらのはみ出し過去親指、小指のですねはみ出し過去を変えております。でこちらの左のモデルなんですけれども、横型、えー、設計となっておりまして、えー、非常にですね、えー、スタンダード、オーソドックスという形でとは言ってはなんなんですけれども、扱いやすく、えー、間違いない仕と えすいません、なっております。なので、こちらのモデルですね、ぜひ、えー、つけていただき、そして、えー、気に入りましたら使っていただければなと思います。では、こちら、以上です。ありがとうございました。